ロシア人ってね、俺はね、好き嫌い別にしてね、俺はすごい尊敬してる部分があって、19世紀のロシア文学ってすごいと思うし、ロシアのそのクラシックの国民楽派なんてもすごいと思うしね、バレエ作ったんだってロシア人だし、ほんで、20世紀の初めのロシアのアバンギャルドっていうビートのムーブメントがあったでしょ、あのビートってすごいと思うし、あれだけヘビーな、やっぱり土地だから逆に、個人というところを徹底的に掘り下げようとするところにおいてはすごいところがあるわけじゃない。クレイジーなエネルギーがあって、まあそれがその共産主義っていうまたファナティックな方向にね、行く要因にもなったんだろうけど、あれだけその、掘り下げるようなまあ民族だから。どう言えばいいのかな。よくも、悪しくもやっぱりロシアだよ。Wonderful group and wonderful music. It's all what I want to say. Thank you. We stay here until my way. どこ行っても得意なのよ。人間にこうパッパッとこう入っていくっていうかね、モスクワなんかバカ楽しかったな。簡単なんで、その今バンドで演奏したければ来ればいいし、したくなければやらなければいいし。音楽ってのは自由な精神を表現するためにあるもんなわけでしょ。約束事ってそれ以外ないんだから。